久保さんやっぱみんな言いますよね。僕も言われますよ。吉谷さんは本当は頭が、バカバカ言うけど、本当は頭が良かったんじゃないですかと。とかね。<laughs> まあ言われますね。まあ本当にバカでしたね。逆に言うと、バカだったからうまくいったのかもしれないですね。バカバカと天才は神一人みたいなあるじゃないですか。 要はまあまあ松下幸之助さんと一緒で、あのバカだから、うん、勉強するしかない、バカだからあ就職できないから自分でやるしかないっていう、その、退路が立,て立たられた、だからまあ、多分他の人と、まあ、少,少数派、まあ、みんな勉強するじゃないですか。 僕、クラスで多分、僕だけですよ。高校の受験勉強し,してないの。うん。高校も大学もスポーツ推薦で入りましたから、もう全くね、大学も面接のみで、高校も面接のみ。終了ですね。はい。勉強したことない。<laughs> 受験勉強ゼロ。はい。人生において。ただ、それで苦労しました。 就職活動ね。うん。だからまあ、あのー、億万長者合宿のやりとりでも言ってますけど、単純にね、僕はね、やっただけなんですよ。<laughs> 単純に <laughs>。人よりやったっていう、ただそれだけですね。うん、なんか唯一、唯一、まあ、どうして成功したんですかどうしてそんな生活できるようになったんですかうん、多分あなたよりやってると。 今も <laughs>。もう、いそが言ってるんですよね。あなたよりやっている。勉強した。実際に行動に移した。それだけです。ほんとそれだけですね。うん。だからまあ、前回の話でもね、まあ、ここにも本いっぱいありますけど、まあ、上にもあるし、こっち、こっち、ここのね、ここにもなんかあるし、まあ、ここだけじゃないですよ。まあ、これは直近のね、あ本なんで、まだ、 少ないいと思いますけどこれ,のこれの10倍ぐらいは多分ああ読,んで読んだんじゃないかなと思いますけどまあ単純にその成功したいんだったら成功するための方法を勉強してやってもうそれ以外なんかなくないですか今もいまだに僕はねあのなんだいろんな人の成功してる人の話だったりとかなんかそういうの聞きますしなんかさっきなんかねチャドを聞いてましたねチャドを。 チャドーだったかなまあ、テッドですね。テッド。やっぱテッドいいっすね。チャドを聞いてました。お茶。<laughs> お坊さんの話も聞くし、もう何でも聞きます。で、なんで聞くかっていうと、その共通ポイントなんですよ。うまくいって、だからその人になりたいとかね、憧れてるわけでも何でもないし、その人のファンでもなければ、何でもないですよ。その人の共通ポイント。うん、その人、人、人前に立っている。 うん、人前に立っているとことは何かしらあったわけですよね。全く何もなくて、全く初心者の人がテッドに立たないですよね。テッドに立つってことは何かしらオファーがあったのか、自分から言ったのか分かんないですけど、人より違う行動をしている人とは違う考え方があるはずなんですよ。みんなテッドに立てるんですかね。立てないですよね。<laughs> だから、その人たちがどういう言葉を使ってるのか、どういう考え方があるのかっていうのを常に、いあのその、ポイントですよね。 自分の中で噛み砕いて、あ、やっぱここだよね、と。あ、そういうことかとはね。それを常に勉強しないといけないし、アップデートしないといけないし、時代も変わってますしね。でも多くの人っていうのはアップデートせず、自分の常識の中でやっぱ生きてるのかなっていう。うん、やっぱ常識変えないとね、生きていけないですからね。あの、生きていけないというか、その収入をね、上げて生きてはいけないですね。まあ、久保さんと僕のような生活は一生遅れないですよ。うん。なんで、 なんか学べ、行動しろってことですね。学んで行動する。これ以外、これだけで成功できますから、本当に。学んで行動する。知る、行動。それだけです。知識を得る、行動する。この 2, 2点しかないです。うん、で、もし、その月にね、10億とかね、年商100億、年商1000億とか、そういう次元になったら、ちょっと運だったりとかね、才能だったりとかね、 ななんかかそういういいのがが必要かもしれないですすさにただし、そのね、前も言いましたけど、月収100万でパソコン1台で自由に暮らすとかね、そのレベルに関しては知識と行動でいけます。勉強して行動して月収100万はいけます。誰でもです。うん。だから、その、もし行ってないんだったら単純に勉強してないだけですよ。じゃあ、これね、じゃあ最後まとめますけど、 東大に天才しか行けないんですかもう一度言いますね。東大、まあ一番頭いい大学ですよね、多分。日本で。じゃあ、その日本でトップの大学には天才しか行けないんですか考えてみてください。東大には天才しか行けないんですか普通の人も行ってるじゃないですか。ねえ、じゃあなんで普通の人も東大に行けるんですか人より勉強しただけですよね。単純に。 もちろん天才はいるかもしれない,いると思います。IQ150 とかね。いますいますけど、じゃ全員かっていうと全員じゃないですよね。た <laughs> ぶ、うん多分世界一勉強して東大に、ねえー、世界一勉強したっていうことだったら東大入れると思いますよ。うん、世界一あればね。あとはその,その人のスペック覚える能力変わるので、じゃそれを補うほどのことをやればいいだけなんですよ。単純に。僕は、 人より劣ってるから人より倍をやらないと無理なんですよ。うん。だからやっただけであって、時間もかかりましたしね。ここに到達するのに15年かかってますから。時間かかってますよ。僕の熟成さんなんかね。も、ま、う、あ、1、2年ですよ。僕15年で僕の熟成さん1、2年ですよ。それ一般の人がね、僕より頭いい人、あのちゃんとやれば1、2年で人生変わりますよ。久保さんですら3年で1億ですからね。<laughs> 久保,さん久保さんですらっていう言い方がちょっとあれかもしれないですけど <laughs> 僕はもう当時知ってますからで久保さんもじゃあなんでうまくいったのかっていうとあのね僕はすごいなと思ったのがやっぱ365日365日1年もう会いまくったりとかねインターネットビジネスなのに人とね会って聞いて悩み聞いてアンサーしてセミナーもガンガンやって毎日セミナーやったりとかね <laughs> まあそういうことでね、泥臭いことをね、めちゃやったわけですよ。単純に。うん。まあそんな感じですね。考えてみてください。東大に入学できる人は天才だけですか言ってらっしゃい。